シビレエメ、ヒメ、ヒエイメ、トーペディニフォームズは、軟骨漁港バンサイアズナの海分類群で、エイのグループの一つ。2か12属60種を含む。捕食、防御のための発電機関を持つことで知られ、その電圧は8から220ボルトに達する。タイプ属は、ヤマトシビレエい属トープドで、これは、ラテン語で、麻痺したを意味する、トーペアに由来する。 一体の発電機関。台湾はマリー背びれは二基で大きくマリーが、台湾痺れエカでは退化する場合もある。尾は筋肉質で太く、尾ひれはよく発達する。体は柔らかくて分厚く、皮膚はとげ、皮場をかく。一体の発電機関は腎臓型で胸びれの基部にある。糞は台湾痺れエカでは大きく幅広いが、 トシビレエイカでは書く。口、鼻光、五体のエら列は体盤下面に位置する。千メートル以前の沿岸域に生息する。泳ぎは遅く、他のエイと異なって、尾ひれで推進力を生み出す。砂泥に渦漏れて、無脊椎動物や小魚を待ち伏せ、電気ショックで、麻痺させて捕食する。このエイが獲物を麻痺させる能力は、古くから知られており、 古代ギリシアでは、出産や、手術時に痛みを麻痺させるために用いられていた。プラトンは、メノンにおいて、ソクラテスが難解な質問で人々を当惑させる、様子をこの絵に例えている。古代ローマの医師スクリボニュース・ラルグスは46年の、コンポジションズメ・ディケイにおいて、トープド・フィッシュは、頭痛、痛風の治療に有効であると述べている。このような能力を持つため、 その正体が電気であると理解されるまでは、このエイは魔術的な生物だと信じられていた。口述するように日本近海にもヤマトシビレエなどが生息している。底引き網で漁獲されることもあるが、蒸気の電気ショックを避けるため、漁師は手で触れないようにする。こういった特性を持つことから、 嫌いや地雷をシビレーを意味する、ラテン語からトーピードと呼び、最終的に魚雷の通称となった。日本の理化学研究所が、シビレーの電気機関を分析した、アデノシン三ン酸系発電機を開発した。利権は、シビレーにつけた、発信機からの超音波を捉えて、海底の地形を精密に調べるバイオロギング実験に、成功しており、将来は、 その発電機関を発信機の電力に使うことを目指す。参加12族におよそ60種が属する。ヤマトシビレイカは大型の獲物を麻痺させて丸飲みするが、台湾シビレイカは堆積物内の小型の獲物を捕食する。どちらのトガも電気ショックを防御に用いるが、台湾シビレイカが電気ショックを捕食に用いているかは不明である。 属名の後の括弧内の数字は種数。ヤマトシビレーカトーペディナイデーは、2カに属22種を含む。台湾シビレーカナルシニーデーは、2赤10属38種を含む。日本近海には、以下の5種が生息する。T トーキニーズと T カリホルニカの属名はトープドを採用し、テトラナースは、シノニムとみなすのが、一般的だが、フィッシュベスでは、 テトラナースに属する種として採録されている。ありがとうございます。